大阪医科薬科大学 LD センターウェブ講演会をご視聴いただきありがとうございます。本日は ADHD は学習にどう影響するの、 ADHD 注意欠如多動症の理解と対応について、大阪大谷大学教授、大阪医科薬科大学 LD センター副センター長の福井美穂先生にお話しいただきます。先生は大阪医科薬科大学小児科で小児科専門医、同指導医、小児神経専門医、日本転換学会臨床専門医として大学病院の外来や病棟での診療に携わってこられ、医学博士でもあります。神経専門領域は小児神経、転換、神経発達症ですが、超早産時の認知機能の研究にも打ち込んでおられます。現在は大阪医科薬科大学 LD センターでのドクター相談並びに府内病院での診療と並行して大阪大谷大学教育学部で教鞭を取られています。著書も多数執筆されておられます。詳しくは講師紹介のスライドをご参照ください。それでは先生、本日の講演のポイントを教えていただけますか。はい、ADHD の疾患の説明と ADHD と学習の関係について、お話をさせていただいています。2年前に一度作っている、動画の内容の、更新した形になります。治療について少し加えたのと、症例も新しいものを提示しています。皆さんの今後の診療ですとか、お仕事の中でお役に立てればと思います。ありがとうございます。それでは先生、講演をよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。大阪大谷大学教育学部、大阪医科薬科大学小児科学教室の福井です。今回はADHD の理解と学習への影響という題でお話をさせていただきます。本日の講演内容は以下のようになります。1本目の動画で ADHD について、2本目の動画で ADHD と学習の関係についてお話ししていきます。まず ADHD について概念と病態のお話です。 ADHD は注意欠如多動症のことを言います。不注意およびまたはいくつも併存するということが言われています。 DSM 分類の現在使用されている5の前 DSM-4 の時には、このそれぞれの神経発達症が併存するという概念が認められていませんでした。そのため ADHD なら ADHD だけ、 ASD なら ASD だけの診断となっていましたが、現在の DSM-5 ではそういう病態は実情と合致しないということが分かってきたために併存を認めています。主な4つの疾患についてまとめた図がこちらの図になります。今回テーマになっている ADHD は学習障害や自閉スペクトラム症、一つですね、これら3剤、もう一つ後で説明しますビバースも含めて基本錠剤です。で、このアトモキセチンのみ内容液という液体が存在しますので、カプセル錠剤の服用が難しい方はこのストラテラから始めていただくことになると思います。続いて副作用についてですね、もう多い、また時間の経過もカウントうまくできない、常に手足を動かしている状況で、座ってるけどそわそわしている、移動教室などの時には次の授業に必要なものをきちんと揃えて、準備していくっていうことが難しくて、教室移動に間に合わないっていうことなんかもあるっていうようなコメントがありました。で、最後に時間を計るっていうことを入れているところで、
自分がどれくらいのスピードでそれができたのかっていうことを数値化して明確に示していくということができて、フィードバックをする作業を行えることになります。指示を端的にすることは、そして達成するべき目標を減らしてあげるということにもつながります。話を聞きながら書き写すみたいな同時にすることを求めると、まあおそらくどっちもうまくいきません。話を聞くだけにしましょう、書くのは別でもいいですよっていうふうにして、皆様からご質問をいただくことができません。そこで私の方から一つご質問させていただきたいと思います。治療のお話のところで投薬についてのお話もありましたが、投薬を開始した場合、その投薬の終了の目安、例えば期間や年齢など何か目安のようなものはあるのでしょうか。はい、投薬を開始した後は、1年、現状がどう、障害特性を正しく理解することで適切な支援を考えていくことにつながっていくかと思います。今日の先生のお話を参考に今後の子どもたちへの関わり方に生かしていきたいと思います。本日は貴重なお話を本当にありがとうございました。